田んぼアートは稲作が盛んな名古屋市港区の南陽地区で2011年から行われていて、今日は地元の農家や家族連れなどおよそ500人が参加しました。完成するとドクターイエローやピオリンなどがコラボしたデザインが浮かび上がる予定で、参加した子どもたちは泥にまみれながら6種類の色が芽吹く苗を植えていました。植えるのが楽しかった。食育にもつながるし、ありがたい体験だなと思って。田んぼアートは7月頃にお披露目の予定です。